駅は、静岡県灰原郡川根本町徳山にある、大井川鉄道大井川本線の駅である。2011年9月30日までは、川根路号が停車していた。島式ホーム一面二線を持ち、列車同士の行き違いが可能な地上駅である。大井川本線の路線を先頭駅から見ていくと、中間駅では初めて行き違いのできる駅となる。ホームの北側にある駅舎とは、 遮断機付きの構内踏切で結ばれている。駅舎は木造平屋の古くからのもので瓦吹きである。大井川本線では標準仕様の駅舎である。大井川鉄道職員配置の直営駅で、駅舎の中には待合所のほか、出札口と改札口も設けられている。駅前風景あたりは全くの山間部であるが、 この駅の周辺にはその山々を大井川が削って作った平坦地が開けており、徳山の集落はその平坦地に発達している。大井川本線の線路は若干東にずれた場所を通ってはいるが、それでも駿河徳山の駅は徳山の中心部に設けられていると言えよう。この駅の周辺では川根茶の生産も盛んである。国道362号は、 川根温泉笹窓駅付近から、青部駅の近くまで、大井川本線から見て、大井川を挟んだ対岸を走っているが、この、徳山の付近では、川を、金谷方面の胸乗り線と方面の、万世橋で渡って、線路の付近を走っており、この駅のすぐ裏手はこの国道である。この国道を700メートルほど、金谷方面に行くと、道の駅ホーレ中川根茶妙館がある。 なお、駅から東方向に300メートル未満のところに、静岡県立川根高等学校があるが、ここに通う高校生もこの駅を利用している。いかには当駅付近にある主要なスポットを歴史する。ありがとうございます。